これより慶應義塾大学の学生寮について関西部レジデンシャル担当より説明いたしますまず慶應義塾大学には12棟の学生寮がありますが大きく3種類に分けることができますまず1つ目に学生の自治委員会が運営している学生寮で日吉寄宿舎がこれに該当します 二つ目は本学が所有している学生寮で下田学生寮が該当します下田学生寮は体育会学生と留学生の専用寮です三つ目に民間管理会社などが運営している学生寮ですこちらの学生寮には日本人学生と留学生が一緒に住む昆虫型学生寮が9等そして 留学生専用寮が1等ございます3種類ともすべて慶応義塾生専用の学生寮となっており他大学の学生は住んでおりません今回紹介するのはこの昆虫型学生寮と自治委員会が運営している日吉寄宿舎の2種類ですまた本学の学生寮は国内各地から進学する学生の皆様と 留学生の学生生活を支援しより充実させるための施設として用意されています次に、日吉寄宿舎以外の昆虫型学生寮に共通している特徴についてお話ししますまず、すべての学生寮は本学の教育理念である半学半教つまり、先輩後輩の立場を超えて学び合い 教え合うことで互いに成長する精神を共同生活の中で学び実践する環境が整っています。また留学生や多学部の学生などさまざまな考え方を持つ人と一緒に生活をすることで多様な価値観やグローバルな視点を身につけられるところも魅力です。そして初めての寮生活に対しては。 不安もあるかと思いますがすべての寮ではオートロックや防犯カメラなどの防犯対策が完備されており寮長寮母も住み込みで常駐しているので安心して新生活を送ることができます。これから紹介する10棟の学生寮は個室やユニットタイプ食事付きや自炊型などそれぞれ特徴があり 複数の選択肢の中から自分の生活スタイルに合った量を選ぶことができますまず最初に紹介する6つの学生寮はすべて朝ごはんと夜ごはんの食事付きで居室内にベッドや机などの基本的な家具が備え付けられています上の3つ日吉寄宿舎大森学生寮飯田ビレッジは バス・トイレが共用であるのに対し下の3つ綱島学生寮元住吉国際学生寮湘南藤沢国際学生寮はバス・トイレが居室内にあるタイプになりますまた日吉寄宿舎は3人の相部屋の男子専用寮ですイータビレッジには5人1ユニットの ユニット式の居室と個室タイプの居室があります次に紹介する学生寮は自炊型ですので食事はついていませんがこちらも居室内に基本的な家具が備え付けられています日吉国際学生寮は4人1ユニットのユニット式でユニット内に4つの個室があります ユニット内にあるバス・トイレは余輪共用となります。高輪国際学生寮は本学で唯一の女子専用寮でバスルームは共用ですがトイレは居室内にあります。元住吉宿舎については家具ありなしの居室タイプから選択することができセパレートのバス・トイレも室内にあります。 津波島 SST 国際学生寮も同様に居室内にセパレレートトのバス・イレがあります。次に学生寮の立地について説明いたします湘南藤沢キャンパスを除く全キャンパスへの通学が便利な寮は三田キャンパス周辺の大森学生寮と高輪国際学生寮です 三田、日吉、八神キャンパスに通学される方には日吉、八神キャンパス周辺の寮がおすすめです。こちらの6つの寮は日吉キャンパスと八神キャンパスへのアクセスに便利で電車の乗り換えなしで三田キャンパスに通学することもできます。湘南藤沢キャンパスへはイータビレッジと湘南藤沢国際学生寮から 徒歩で通学ができます。次に、学生寮への申し込み時期と方法についてお話しいたします。申し込み時期は、入試制度によって異なりますが、4月入学者は、だいたい12月中旬から3月上旬、9月入学者は、7月下旬の申し込みになります。申し込み方法は、 合格確定後に案内されるウェブサイトから「入料申し込みフォーム」にて申し込みます。複数の量に希望順位をつけて申し込みをしていただき抽選で割り当てが決まります。申し込み期間が終了すると管理会社より抽選結果の連絡があり管理会社との契約後に入料手続きとなります。入料日は 4月入学の方は3月下旬ごろ、9月入学の方は9月中の入居となります。抽選に落選した場合は、ご希望があれば、慶応義塾専用寮以外の他大学生も住む学生寮を管理会社がご紹介します。また、日吉寄宿舎への入寮を希望する場合は、 先ほどご案内した方法ではなく、直接自治委員会にお申し込みをお願いします。日吉・三田キャンパス周辺料と、湘南・藤沢キャンパス周辺料では、入寮の申し込み先が異なり、併願はできませんのでご注意ください。では、これまで説明させていただいたことをまとめます。 学生寮の家賃等を含む詳細については慶応義塾ウェブサイトまたはパンフレットにてご確認いただけます各学生寮の申し込み期限や方法などの詳細については合格者に案内するウェブサイトにてご確認ください日吉寄宿舎への入寮については直接自治委員会へお申し込みください 日吉寄宿舎、下田学生寮以外の学生寮については、各管理会社との契約手続きになります。また、学生寮の他に、民間アパート等に入居される方もいらっしゃいます。ご希望の方は、日吉キャンパス周辺、または湘南古沢キャンパスの最寄り駅である湘南台駅や、 辻堂駅周辺にある不動産業者にご相談ください。以上で説明を終わります。